え皆さんこんにちは心理カウンセラーののび太きけんたろうと申します。今日もご覧くださりありがとうございます。えー、今日はですね先日、えー、っとですねここではなかなか言いにくいんですが記録映像まる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 の後遺症というね、えー、自主上映をしている映画の方を見に行ってきました。 3月24日金曜日にですね名古屋の国際会議場の中にあるしろ白鳥ホールというところでえその上映会と、えー、天ヶ崎市にある兵庫県尼崎市にある、えー、長尾クリニックの院長をされている、えー、長尾和弘先生の、えー、お話を とセットになっているイベントが行われていたんですねでたまたまですね僕も知り合いの方に教えていただいて、えー、夜の部がですねギリギリ間に合いそうでしたので、えー、参加してきましたこのいつも動画を編集してくれている友人のモッチーと一緒にですね、えー、参加してきましたで、えー、っとこれですねまず結論から言うとまあ、内容については YouTube 上ではお話ができなくて本当に残念なんですけれども結論から言うとですね一人でも多くの方に見てほしいという風うに 思いました1人でも多くの方に見て欲しいですです、えー、一番感じたことは何かっていうともちろんこちらが危ないか危なくないかっていう議論でですねどうしても僕たちは、えー、なってしまいがちなんですがも,もちろんそれも大事なことなんですけれども現実問題でこれによって本当に後遺症で苦しんでいる人たちが、えー、たくさん今現実としているっていう実態を えー、やっぱもっともっと明るみに出さないと問題解決に至らないというかですね、あのー、そういう人たちで本当にたらい回しになって苦しんでいる人たちが、えー、たくさんいるんだなということを改めて感じました。えー、なので、えー、やっぱりそれをし 多くの人たちに知ってもらうためにはこういう映画を見ていただくっていうことが本当に大事なんじゃないかなというふうに思います。でご存知の方も多いかもしれないんですがこの、えー、映画はですね記録映像まるまる後遺症という映画なんですけれどもこれは何かというとですね12月の2021年の12月25日に、えー、グランキューブ大阪という会場であった、えー、とーこちらにか関するですね なんかシンポジウムみたいなのが、えー、多分あったんですねその時のことを、えー、映画にして、えー、今ですね、えー、全国で自主上映という形で、えー、いろんなところで上映会をしていますでちょっとですねその、えー、あでその映画に出られている方がですね、えー、長尾クリニック院長の長尾和弘医師であったりとか あと宮沢孝之先生ですねあの本当に一生懸命今回のことでも、えー、本当に使命感を持って情報を発信してくれている、えー、僕もですね大変、えー、尊敬する先生の一人なんですけれども京都大学ウイルス構成医科学研究所准教授である宮沢隆之先生、えー、そしてですね、えー、ジャーナリストである鳥玉利徹さん、えー、そして、えー、前衆議院議員であり弁護士である 青山正幸さん、えー、そしてですね、えー、ご存知の方も多いと思いますが大阪府泉大津市長の南出健一市長などが出られていますプラスアルファは実際に後遺症で苦しんでいる方のですね、えー、ご自身、あのー、方の体験談がご本人が登壇されてですねお話もしていただいたりしていますえーっとですねそうですねああのー、まあ、この映画の ホーームページを今見てるんですけれども、えー、これでね苦しむ人たちの声を聞いて医者ジャーナリスト政治家有意志たちによる衝撃のシンポジウムの映像化、えー、子供に打たせる前に3回目を打つ前にこの記録を目撃してください。 とといいうことになっています、まあ、正直、うん、これがこれの危険性がどうかよりも現状こういうことが本当に起きているんだっていうことをやっぱり知るっていうことがもっともっと明るみに出すっていうことが、えー、非常にですね今うん大切なことなんじゃないかなと思っています。もうねこれを、えー、したい人はする、えー、し,したくない人はしてない。でででも進んでいますので実際にね、えー なので、もうそこに関してももちろん声を上げていくということも大事だと思うんですがやっぱり現実問題として、えー、知らずにこれをしてしまった方の中でですねもちろん全体からすれば少ないと思います、えー、少ないと思うんですけれども、えー、全体からすれば少なくてもですね人数にしたらかなり多いということなんですよね、えー、そういう人たちがいるのでそういう実態をたくさんの人に知っていただきたいなというふうに改めて思いました。 ええとですね。まあ、その中でですね。あのー、その映画の上映会が終わった後に長尾先生がですね。お話をしてくださっていたんですが、えー、長尾先生のですね。長尾クリニックでは、もうあのー、当初からまあ、最初の頃からずっと新型コロナの患者さんを見ているお医者さんだったんですね。で、そすごくたくさんのあのー、患者さんを見られてきていて、実はその病院で。 かかった方でですね亡くなった方はまだいまだ0人らしいんですね「一人も死なせへん」っていうね本も出されているんですが、まあ、いろんな手を使ってですね「一人も絶対に死なさへん」っていう意気込みで,で実際に新型コロナで亡くなっている人は0人であるとでそこでですねあの長尾先生も実はこれの接種をね最初の頃はされていたんですねで実はこれの接種でその病院でねした方で亡くなっている方が実は4人。 になってしまっているということなんですね。でプラスアルファはあの。 そ,のそれのの後遺症の相談要は副反応と後遺症をまず分けて考えた方がいいということをねおっしゃられていたんですが副反応っていうのは熱が出たりとかこ,こが痛くなったりとかまあ数日間とかちょっとね日数が経てば元に戻るものですよねもちろんそれも辛い症状の人も多いと思うんですけれども、えー、そうじゃなくて後遺症っていうのはもう日常生活に支障きたして今までの生活ができなくなったりとか、えーまあ、そういうものが長期にわたって出てしまうようなもう日常生活に本当に えー、支障をきたきしてしまうような方たちがすごく多いとでそういう方たちの相談にも今乗られているんですねで今これの後遺症の相談を、えー、患者さんで見られている方がもう累計92人に上っているらしいんです長尾先生のところで,でその実態を見ていると本当にひどいもうあのすごいいろんな症状も多岐にわたるし本当に子供からお,、えー、お年寄りまで、まあ、本当に子供でも 昨日まで元気にしてた子があの急に、えー、学校に行けなくなったりとか普通にまともに歩けなくなったりとか、えー、記憶障害みたいに、えー、若年性の認知症みたいになってしまって勉強ができなくなってしまったりとか記憶ができなくなってしまったりとかもうそういう子がもうめちゃくちゃいっぱい多いらしいんですね。でその長尾先生が、えー、最後に話していた言葉の中で僕は一番印象に残った言葉があります。えー、それはですね、えー、私 その長尾先生から見ると、えー、正直新型コロナよりもこちらの方が1000倍怖いと、うん、1000倍怖いってことを言ってました、えー、だけどもっとこれよりももっと怖いのは人間だって言ってたんですね人間だ要はこういう活動長尾先生本当に志を持って、えー、いろんな活動をされていますいろんな情報を発信してくれています、えー、ニコニコ動画で動画を撮ったりとかですねうーん まあ、いろんなところで講演されたりとか、この映画も一つだと思います。でもそういうことをしているといろんな圧力が来るらしいんですねいろんな誹謗中傷が来るらしいんですだから、えー、正直一番怖いのは、まあ、新型コロナウイルスよりもこちらの方が1000倍怖いとでもこちらよりももっと怖いのは人間だと、まあ、確かにそうやって言われてみれば全て人間が作っている、えー、ものなの かもしれないのでそうやって考えると一番怖いのは人間だっていう言葉はですね、本当に、えー、僕の心に刺さりました。えー、逆に言うとですね、えー、そのこのそういう状況の中で、それでもやっぱりんだろう、人からの圧力とか、人から、うーん なんか攻撃的にされたりとか、えー、いろんなことを言われたりする中でですね、えー、それでも長尾先生みたいに立ち上がってですね声を上げ続けてくれている志を持ってこの日本のために子どもたちのために立ち上がってく,くれている人たちがたくさんいるっていうのはでも本当にその救いだと思うんですねこの映画に出られている方本当にみんなそうだと思います長尾先生もそうですが宮沢先生もそうだしもう本当にみんな一生懸命あ南で師匠も本当にそうですよね一生懸命頑張ってくれています えー、そしてたびたびご紹介させていただいている、えー、全国有志・医師の会や看護師の会の皆さんとかですねもう本当に今、えー、頑張ってくれています、えー、実はですね今日今これ撮ってるのが金曜日の夜もう夜中12時近くになるんですけれども、えー、実は今日も、あのー、有志・医師の会のですねズームの会議に、えー、僕もちょっと参加させて聞かせていただいておりました本当に皆さん、えー 仕事で忙しい中仕事が終わった後にいろんな議論をしていろんなことを進めてくれています。えー、その中で長尾先生もね入られていましたしお話もしてくださいました。いいろんなことが出てきました、えー、そういう で僕たちにできることは何かってことなんですよね。僕たちにできることは何かってことなんです、えーまあ。いろんなことがあるかもしれないです。でもその一つとしてはやっぱり、えー、おかしいよねってことはおかしいって一人一人がちっちゃな声を上げていくっていうことがすごく大事なんじゃないかなと思います。えー、これ私は打ってないよとかうちの子供は打ってないよっていうことを普通に人に押し付けなかったとしてもうちはそうだよっていうこと、えー、そういう小さな勇気。だから あのそういう人が増えればですねえだんだん、えー、その世論というのが変わってくると思うんですねこれも一つ取っても普段してない人が増えればですねあじゃあ取ってもいいのかなって思う人も増えてくるのと同じことだと思うんですだから自分ができること大きいことじゃなくてもいいのでちっちゃいことでもいいからやっていきたいなという風うに、えー、僕も思いますし皆さんと一緒にやっていきたいなという風うに思いますまあ、そこには小さな勇気がいると思うんですけれども小さな勇気をですねちょっとだけ出してみるということが、えー これからの子供たちを守っていくってことにもつながっていくんじゃないかなというふうに思います。えー、そしてですね、昨日の実はその映画の上映会と、えー、長尾先生の、えー、お話、講演会とですね、えー、そこにですね、実は名古屋市長のですね、河、えー、村市長が、えー、来られていてですね、河村市長も登壇してですね、あのー、お話をしてくださいました。まあ、立場上ですね、なかなか言いにくそうにしていたこともいっぱいあったんですけれども、それでも名古屋はですね、えー、とりあえず全国で 初の、えー、こちらの後遺症のですね、相談窓口を、えー、公に設立してくれました、えー。25日からですね、多分相談ができるようにもうすでになっていますので、えー、もし名古屋の方でですね、えー、お困りの方はそちらに電話してみてみるといいんじゃないかなというふうに思います。えー、概要欄にですね、こちらの映画の、こちらの、ねえー、記録映像、るまる後遺症の映画のホームページ、 を、えー、リンク貼っておきます、えー、その中にですね、予告編の、あ、予告編の YouTube も、えー、リンクを貼っておこうかな、別でリンクあるかな。そちらもリンクを貼らしていただきたいと思います。で、これね、自主上映で全国でやってるんですね、自主上映会で。だから意外とタイミングアウト、自分、皆さんのね、ご自宅の近くでもやってる可能性がありますので、よかったら、えー、この下の方にですね、あのー、 上映会のの予定が入っているのでチェックしてみてくださいそしてですね、もしこういうのを逆に上映し、主催したいっていう人がいたら、えー、主催もできるようになってますので、えー、よかったら手を挙げてみるといいんじゃないかなというふうに思います。えー、本当に一人でもたくさんの方に見ていただきたいなというふうに思います。えー、そしてですね、えー、もう一つが、昨日の あのあこのですね、映画の上映会プラス長尾先生の講演会の様子をですね、えー、こちらの愛知県のですね、えー、CBC テレビさんが取材に入っていました取材に入ってくれてましたあのいつもお話ししてますが大石アナがですね深掘り解説ということで今回のこれについてですねあの非常にですねあのいろんな情報を メディアでは本当に珍しくですね、情報発信をしてくれています。え昨日のことも講演会の様子も取り上げられていますし、え実際にですね、大石アナがですね、いろんな、えー、これの後遺症の 患者さんに直接会いに行って話を聞いている様子だとかが、また YouTube の方にですね、CBC ニュース、CBC 公式テレビのですね、CBC ニュースの方に上がっていますので、そちらも概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらそちらを、えー、ご覧ください。ぜひ見ていただきたいなというふうに思います。えー、プラスアルファ名古屋の、えー、相談窓口ができたよっていう、えー、っと、ニュースになってる番組も、 確か YouTube に上がっていたと思うのでそちらの方もですねリンクを貼っておきますのでもし名古屋の方でお困りの方はそちらに見てですね電話番号とかも載っておりましたので相談してみるといいと思いますということで、えー、と今日はですね、まあ、こちらの、えー、映画の方をですね見た感想と、えー、そこから感じたことをお話の方をさせていただきました、えーうん、多分苦しんでいる方がね本当にたくさん いいると思います、まあ、あその打たないことで守るっていうことも一つかもしれないんですが、えー、実際に打ってしまって苦しんでいる人たちをどうやってなんだろう受け皿を作っていくかっていうことは本当にこれから大切なテーマになってくるんじゃないかなというふうに思いました、えー、皆さんはどう思いますでしょうかということで皆さんまた会いましょうバイバイ